琉球泡盛残波プレゼンツ読谷大好き飲み歩き。この番組は有電会社東酒造の提供でお送りします。読谷大好き飲み歩き、レポーターを務めますはじめちゃんでございます。皆さんに本日ご紹介するお店はこちら、鉄板居酒屋杉さんでございます。こちら杉さんですね、読谷村の祖辺にございます。私お邪魔するの初めてでございます。どういったお店なんでしょうか。早速行ってみたいと思います。はい、私早速お店の中に、お邪魔させていただいております。隣にはお店の方来ていただいております。こんにちは。こんにちは。お名前の方お願いいたします。鉄板居酒屋杉の杉本正夫です。杉本さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、私ちょっとこの杉さん初めて、お邪魔したんですが、どういったお店になって、居酒屋さんということなんですが、どういったお店でしょうか。メインはだいたいお好み焼き、焼き鳥、隣から揚げ物、居酒屋さんみたいな感じのメニューもあるんですけど、刺身はないんですけど、お好み焼きとか鉄板のメインのお店になってます。お好み焼きってやっぱり読谷村内ではなかなか、聞かないんですが、それをメインに扱っていると。そうです、村内ではうちだけだと思います。お好み焼きというと、本場の大阪の、はい、私は関西の出身ですよね、はい、口調を聞いてると、大阪弁の方が出ていますので、はい、大阪はちなみにどちら。堺の方で、はい、関空の近くなんですけど、ね、こっち来て10年店して8年、頑張ります。結構長い年、間、10年こちら読谷村に来て8年目の杉さんでございますので、ちょっと料理の方も楽しみでございます。それではこの杉さんで人気のメニューっていうのは、先ほどお好み焼きとかも出されてるということだったんですけど、何なんでしょうか。うちはお好み焼きがね、なかなか読谷の人あんまり食べはれへんのそうなんですか。とんぺい焼きいうて、卵と豚肉を卵で巻いた料理がとってもよく出ます。沖縄県民は豚が大好きでございますね。それも相まってか、とんぺい焼きというのが一番出る。そうですね。その他にも、とんぺい焼き以外にもどういった商品が出るんでしょうか。その次はもも肉1枚焼いた焼き鳥とか、それをおろしポン酢で食べてもらったりとか、あと揚げ物にあるかな。やっぱお好み焼きもたまには出るんですけど、出るとやっぱりモダン焼き、おたたま、その辺が出ますかね。モダン焼きの方もこちらはされてる。そうですね、麺の入ったやつが結構お腹の空いた人らは結構食べてくれます。モダン焼き結構ね、おそば、焼きそばが入ったお好み焼きですが、ちょっと私大好きで後で食べたいと思います。それではですね、杉さんの、こちらで販売されている泡盛残波のですね、種類っていうのはどういったものがございますでしょうか。残波の黒、残波の白、プレミアム、あとその辺にない珍しい古酒の泡盛が結構たくさん置いてあります。それと残波のハイボール、最近ちょっと始めたんですけど、お試しというかお好み焼きに合うかなという感じで今。こちらのハイボールが一番今おすすめということでしょうか。そうですね、今ウイスキーのハイボールも結構出るんですけど、残波のハイボールもちょっと今おすすめで出すようには今しています。残波のハイボール、こちら普通にウイスキーと同じように水割り系になるんでしょうか。そうです、炭酸で割ってこうちょっと爽やかな感じのあれで、白と黒とプレミアと3種類飲み比べて見られる方もおられるし、黒と白、どれか一つとかではなくても3種類から選べるということですね。そんな感じで3種類から選んでもらったら、それをこうハイボールとか炭酸で割って水じゃなくてお出ししてます。なるほど、この杉さん一押しのですね、ハイボール、こちらで合う商品っていうのをね、この後聞いてみたいと思います。それでは先ほどねご紹介していただいた青森残波の
の種類結構豊富にあるんですが、そちらに合う、おすすめの一品というのは、こちら杉さんがどういったものでしょうか。うちの母ちゃんが手作りしてるあのおばんざいがまずあのカウンターに、まあ、3つ4つ多い時5つぐらいあるんですけど、そこから、まあ、好きなものをチョイスしてもらったりとか、鉄板でメニューで言ったらやっぱとん平焼きがやっぱ断トツ売れてますので、それが合うと思います。まあ、こちらでの、合う一品というのはとん平焼きとおばんざいということでですね、ちょっと、調理の方も見てみたいと思いますのでね、こちらどうぞ。好きな。それでは早速とん平焼き作っていただきたいと思います。お願いします。まず、豚肉を鉄板の上で、ね、片面焼いておりますね。ここで卵、うわいい音。あ、皆さんもねこの音お聞きになったと思います。鉄板のジュワジュワっていうね、卵焼きを作っていく感じですね。豚肉をねひっくり返して、半分に切り、卵の上に乗せました。それをくるんでいくというね感じですね。形はだし巻き卵をね皆さん想像していただければと思います。まさにその通りの形になっております。でここでお好みソースでございます。なんとも言えず言えない匂いが漂っておりますよ。お、その上にマヨネーズ、これもねまた食欲をそそられますね。とてもいい匂いがしております。で、青のりが塗りました。これで完成ですかね。完成したようです。これがとん平焼きでございます。本日ご紹介した鉄板居酒屋杉さん、いかがでしたでしょうか。営業時間は夕方6時から、定休日は木曜日。お問い合わせは 098-894-3300。 とん平焼き以外にも残波ハイボールに合う一品いろいろとありますよ。私はじめちゃんのおすすめはホルモン焼きそば。県内では珍しい牛のホルモンを使用したこの焼きそば、甘辛いソースにマッチして残波ハイボールが進むこと間違いなし。ぜひご賞味ください。鉄板が置かれている人気のカウンター席は早く行かないといっぱいになりますのでご注意ください。鉄板居酒屋杉は飲酒運転撲滅運動に協力しています。お酒を飲んだら運転したら飽きまへんで。今夜も琉球泡盛で乾杯。乾杯。泡盛残波プレゼンツ、読谷大好き飲み歩き。この番組は有電会社東酒造の提供でお送りしました。来週もお楽しみに。